And a quick reminder today that parking in the area around the stadium is strictly forbidden. Please use parking provided by the club or any other paid parking facilities in the area.気の許せない戦いが続くこのコンペティション歓喜の瞬間を目指して選手サポーター一丸となってこの戦いに臨みます。この時間はスペイン対日本、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはイーフットボールスタジアムで行われます。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。シュートー、こぼれます。ここは縦に大きくボールを入れます。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。ここからカウンター早いでしょ。ムバッペからのパース、ワンツー抜け出すか。ムバッペから左サイド、これは合いません。右サイドへ振って日本カウンターを仕掛けます。流れを止めます。これはどうやらオフサイドのようです。ザンボアンギサ、メッシからムバッペ、ムバッペからネイマール、中央上がっていきます。あっと倒された、 PK です。ここで PK、 足いっちゃいましたね。スペインペナルティーキックを与えています。ここで先制のチャンスを迎えています。これを決めるとこの後の試合のペースつかみやすくなりますよね。ドンナルンマ、アントニオ・リュディガー、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ネイマール抜けるか、ボールはクリア、どうだ。さあ左サイドへ、いい展開ですね。ここは抜かせません。カゼミロ、カゼミロから右へ、いいボール入りますよ。カゼミロからメッシ、どうだ、シュートダーン。いやーキーパー素晴らしいですね、いい仕事しましたよね。攻守の切り替えも早いですよ。
ネイマールへのボール、おーいい形じゃないですか。自分で行く、クロスをセンター頭、やはり彼が立ちはだかります。さすがのプレーでしたね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。さあカウンタースピードを上げたいところ、ネイマールから大きくサイドチェンジ、こうやって逆サイドまで目いっぱい使うことで中央にスペースができやすくなるんですよね。展開としてはいいですよね。日本カウンターを仕掛けていきます。ブリント、いや展開早くなってきましたね。デリフト、裏へ届くか、カウンターですよ。裏を狙っていきます。ブリントからゲレイロ、抜けてくる、シュート、ドリブルで切り込んでいきシュートを打ったんですが、これは決まりませんでした。まあ彼にボールを持たれてしまったらシュートまで行かれてしまいますよね。多少のリスクは覚悟して人数かけていった方がいいと思うんですけどもね。ゲレイロ、この人はドリブルが得意な選手です。そうですね、状況によって一人で打開できる力があればチームとしては非常に頼もしい存在でしょうね。ここでマッチアップ、絶好の位置で受ける、メッシへシュート、スペイン、日本相手に先制点をもぎ取ります。美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。さあスペイン先制ゴールを決めました。1対0、先制に成功したのでここからのプランをどうするかですよね、はい、さらに畳みかけるのか、1回をついてリズムを作っていくのか、時間帯も見ながらの判断が必要ですよね。なるほど、クロスはディフレクション、コーナーキックになります。このファーストハーフ最初のコーナーキックは日本クリアです。アントニオ・ルディガーから右サイド、オフサイドです。さあ前半40分です。アントニオ・ルディガー、アントニオ・ルディガーから左へ、メッシからのフィード、ワイドに使ってきます。さあカウンターのチャンスになります。ここでフェイント、メッシ、 There will be one minute at a time. ザンボアンギサ、スルーパス、さあムバッペ、さあメッシシュート、なんと止めた、素晴らしい攻撃だったんですが、ここでホイッスル、前半から得点が動いています。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。スペインとしては攻守の切り替えが早かったですよね。チームのまとまりを感じた前半でしたよ。スペイン対日本、スペインが1対0でリード、後半に向かいます。さあご覧のように後半スタートしています。スペイン 1-0 リードです。スペインは素早いカウンターを得意としているんですが、どのあたりが注目でしょうか。そうですね、前からどんどんプレス行きますからね、はい、そのあたりのトランジションの速さにも注目ですよね、はい、しかしこれは運動量も必要ですし、90分、ヘディング、危ないシーンでしたが、ここは大きくクリア。ザンボアンギサ、メッシ、カゼミロ、ここは対応します。メッシ、ネイマールへ、
仕掛けるか。来たぞ。シュート。来た。追いついた。日本。ここで同点に追いつきます。いや、これは素晴らしい。いい展開ですよね。どうだ、シュート。勝ち越し。スペイン。狙いしました。見事なシュートでした。いや、これは巻いていくシュートのイメージができてましたよね。ここにきっちり決める技術もさすがですよね。Substitution for Spain. Number five. 両チームともメンバー交代があるようです。さあ、スペイン、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。ダニオルモ、スクイランド。クロスを相手選手に弾かれましたが、コーナーキックになります。日本は2本目のコーナー。Number 22. Number 19. Mason Mount.さあ、左へ預けて。スクイボール、ムシアラ、押し込んでくる。来た、追いついた。いや、早かったですね、北澤さん。いや、すごいな。動きのある展開になりましたよね。これでまた分からなくなりましたよね。メルテンス、今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。これはキーパーのファンブルを狙ってましたよね。ポジショニングも良かったですし、きっちりセカンドボールを押し込んでいいゴールでしたよね。メルテンス、先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。さあ、日本再び追いついています。いや、この短い時間でよく取り返しましたよね、はい、このまま流れに乗って一気に逆転したいですよね。この位置で受ける、危ない、いやシュート、厳しくチェックします。 PK ですか。どっちだ。これは PK ではありませんでした。が、しかしいい位置からのフリーキックを得ます。さあ、セットプレー、直接狙うにはちょっと厳しいか。さあ、誰に合わせてくるか。メイソン・マウント、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。さあ、左サイドへ、ブリント、ここで前を向けるか。抜けてくる、いいディフェンスです。折り返します。ムシアラ、決める日本。試合をひっくり返します。クロスボールに頭で反応。いや、いいヘディングでしたね。ボールに対してタイミング合わせてしっかり決めてきましたよね。さあ、日本、ここでリードを奪いました。いや、素晴らしい逆転でしたね。とはいえまだ時間があるので、これから試合が動く可能性も十分にありますよね。確かにそうですね。スペインとしては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。そうですね、流れを、おっと、危険なプレーのように、シュート、ドンナルンマ、追加点には至りません。いや、決められてからかなり苦しい状況になったところでしたからね。キーパー、素晴らしいセーブ見せてくれましたね。決定機を阻止しました。メッシュ、ここはつながりません。さあ、ホーランド、
メッシから一旦下げてこのボール奪いに行きます。チュアメニ、さあ右へ預けてもう一度、日本としてはいい形作ったんですけどもね、リードしている状況なのでもう1点決めて試合を楽にしたいという気持ちはあるでしょうね。ブリント、スペイン、もう残すところあまり時間がありません。急ぎたいところではありますよね。あと1回2回あるかのチャンスですからね、仕掛けなきゃいけない状況ですよね。これは頭できた、追加点日本、これがダメ押しゴールになるのか。今のゴールですが中盤で奪ってからの展開でしたね。高い位置からの守備が良かったですよね。やっぱりあの位置で奪えると一気にチャンスにつながりますよね。さあ日本リードを2点に広げてリスタート。日本としてはこのゴールは大きいですよね、はい、これで残り時間の戦い方もはっきりしたんじゃないですかね。そうですね。4 added minutes has been indicated. ブリント、ここは競り勝ちます。アディショナルタイムは4分あります。スペースを狙った、この位置で受ける、抜きに行きます。フェイントを入れましたが抜けません。ダニオルもデリフト、このボールをカットします。ネイマール、狙えるか、狙えるか、さあ笛が鳴りました。4対2、スペイン無念の逆転負け、敗れました。Just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now in operation for your safety.各チーム生き残りをかけて激しいサバイバルが続いています。フットボーラーのプライドをかけた戦いを存分に堪能しましょう。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間は
ビトーリア対スペイン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。ビトーリア対スペイン、シュートを詰めている、いやー、先制スペイン、ムバッペ、このゴールで移籍後20得点。キーパーの弾いたボール、うまく詰めました。これはファンブルを狙ってましたかね。ポジショニングも良かったですし、イメージ通りのゴールだったんじゃないでしょうかね。さあ、スペイン早くも1点先制と幸先いいですね。しかしいいゲームの入りになりましたよね、はい、これで自分たちのペースに持っていけますよね。大きなゴールでした。逆に取られた方はこの後どう出てくるのか注目ですよね。なるほど、スペースを狙った。いい守備で奪う、メンディ、このボールに触ります。カゼミロ、これは奪い返します。審判流しました。チャンスになる。アントニオ・ルディガーから左へ、ここは守備の対応、インターセプトを狙う。スペインがこの早い段階で点が入ったことについてどうご覧になっていますか。いい形で攻めてますよね、立ち上がりから。ネイマールからムバッペ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。スルーパスを狙う、頭だ、スペイン追加点、怒涛のゴール、勢いが止まらない。頭で流し込んだ、見事な一発。いや、いいヘディングでしたね。ボールに対してタイミング合わせてしっかり決めてきましたよね。さあ、スペインさらに1点を追加し2対0としています。スペインとしては 2-0 になったことで余裕を持ってプレーできますよね。ただ一つ失点すると流れも変わってしまうので守備は引き締めていきたいですよね、はい、スペースを使う、ディバラからグリーリッシュ、縦に送ります。さあ、仕掛けるか、来たぞ、来た、ここは体を張ります。取らないですね。素早いパスで攻め上がっていきます。メンディからネイマール、スペインカウンターを仕掛けます。ネイマールに渡る、シュート来た、追加点、スペイン立て続けのゴール、決めてきました。狙いすました、見事なシュートでした。そうですね、普段の練習通りって感じじゃないでしょうかね。この場面でこういう精度の高い